この中で一番常識力があるやつって誰なんだろう。おい、おめえなわけねえだろ。なんでよ。お前が一番下だよこのグループ。下じゃねえ。一番下。常識はんだよ。断トツ。俺ここだとしたらお前ここ。多分ターボだと思う。あるでしょ。ない。ねえお前。ある方ででしょって言ったのに。あるでしょ常識。リアルターボ。そうだよね。嘘でしょ。今日はね面白そうなカードゲームをね持ってきたんですよ。はいはい。その名もこれ。糸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 。はい。これね常識とか。価値観が正常な人が有利というか活躍するゲームなんですよ。ほうほう。どういうゲームかっていうと、はいはい、これ1から100まで書かれた数字があるんですよね。わー、うん、はい、テーマカードってあるでしょ、はい、ここにいろんなテーマが書かれてるんですよ、はい、1が最小、100が最大、うんうん、小さい順に並べられたらクリアです。というわけでこれやっていきましょう。はいはい、はい。からお題出ますからね。1試合目、1試合目だ。ドン。なりたい有名人か結婚したい有名人。なりたい有名人でいきましょうか。はい、なりたい有名人か。はい、じゃあこれ一人ずつドローしていきますから、ね。はい、もうむずっ。引きてー。ドロー。100こい。100。一番自分が高いぞーって自信ある人は。ってことはみんな割と割とそこまで高くないのかな。いや、どうなんだろうな。小栗旬さんお願いします。わあ、いや高めでしょ。いや高めだな。リペイト多いよ。エグザイルの高弘さん。おー、はいはい、全然わからん。あのもうすでにどっちがいいのかがわからん。確かにどっちのが上とかがわからん。そうだよね。同じぐらいすごく見えちゃう。有吉さん。うわ、俺のことしてたそれ。あー、そんぐらいかな、あんぐらいなんだろうな。うん、加藤浩次さん。わかんねえマジで。所ジョージさんも。おお、所ジョージさん。おお、はいはいはい。高い系、みんなみんな高い系。いや、みんな高そうだよね。大気じゃないか。え、ほんと俺行くわ。俺たぶん高いから達成もしたら俺行くわ。俺タツキの方知らない。マジで俺大輝が下になるぐらいだったら多分俺だと思う。それは絶対ないと思うな。いきます。せーの、ドン。71。じゃあ僕いきますね。うわー、たぶん、うわー、おー、さあ80。え、あ、みんな継続。継続継続です。じゃあ僕いきますね。継続。じゃあ俺だ。待て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 、あ、まだ継続できてんの。まだで、俺できてる。いや、俺、俺、いや、俺、ほんとに俺だから。いや、違う、俺も信じろ。まあ、でもこの感じだと結構刻んでるよね。いきます。いや、あ、手に行くんだ。所ジョージさん、こちらです。はい。おお、82です。継続です。ほら、おお、ファインプレーヤー。多分継続でしょ。継続です。これはもう、安心してください。もう全問正解確定です。はい、出させてください、俺。なるほど。もう分かる。いや、お願いします。イエス。83です。よかった、俺ゴリ押して。あぶねえ。あぶねえ。すげえ。で、私が86です。おい、相当やばいか。すぎでしょ。やばすぎ。やばいだろ、これ。これはもう職業の人気です。はいはい。うわー、パイロット。パイロットね。まあ、なりたいですよね、そりゃ。宇宙飛行士とか、パイロットだ。プロ野球選手とか、学校の先生だ。おお、高校ぐらいかな。おお、なるほど。好きじゃない。そこは一択な気がする。はい。これでも価値観がめっちゃ曲がってなければ、普通に行くと思う。いきます。信じよう。せーの、ドン。終わった。結構細かい話になってたら、プロ野球ってこんぐらいじゃね。まあ、ちなみに継続、不継続ですね。継続できない。まあ俺は継続です。俺も継続。不可能。ドーン。意外と高かった。89。あ、高かった。そう、高いじゃん。学校給食の人気。うわー、チック。カレーっす。あ、言おうとした。あれ、きなこパン。はいはい、きなこパン。はい。豚汁です。
はいはい、うん、麻婆豆腐麻婆豆腐、わかんない、ブロッコリーとか人参とかが入ってるのドレッシングかけて、ほんと何っすか、何っすかシーザーズのシーザードレッシング何っすか、そんなんあっさり食器入ってる、あの、人参に溝が入ってる、そうそうそう、カリフラワーとマンコリンとオニッチ、はいはいはい、ここで盛り上がってるってことは戸田だけだ、あ、そうだね、そういうことだ、バーボーと豚汁の対決、バーボーね、バーボー豚汁の戦い、まず俺の認識だとバーボーって言った瞬間そんな高くないでしょっていう認識だけどね、いやバーボーが高いと思う、俺は、俺もマーボー、あ、まあ比べたらバーボーの方が高いけど、俺も今豚汁って聞いたけどバーボーの方が高いと思って、じゃあまず野菜から、野菜から、はいはい、はい、シーザーさんがドレッシング、オッケー、ナイスシーザー、ナイスシーザー、いけるんだよね、みんないいんだよね、はいはい、ケーケー、ドボンです、ドボンしました、一回見せてもらって、私は見るお前野菜より下はねえよ、いや、でもそれで言うとターボーと一緒だ、俺価値観こっちの方が絶対低い、うん、だって野菜が意外と高いんだよ、うん、そう、俺も思った、バーボーとかね、85で、俺が90、95、96、はいはい、カレーとか、カレーと99ちょっとなんかこう萎えるね、ね、さっきからなんかシーンとしてるもんね、やった後のやった人の顔曇ってるし、別に周りも大して盛り上がってないし、これそうだよ、なんか俺のせいだこちらでーす、はい、なりたい生き物か、生き物の大きさ、なりたい生き物ね、なりたい生き物ね、なりたい生き物、うーわそれで言うとね、なりたい生き物、俺、アリじゃあ俺ライオン、俺ライオン、はいはいはい、はい、いライオン重要だよ、本当にライオンでいいか重要だよ、あ、ライオン、ホワイトタイガ ー、 あー、うわ、うわ、むずむずくね、むずむずくね、カメいいね、ってことは、待って、カメラと俺が迷う、え、嘘、ちょっと、え、嘘、チーターかも、お前寄せてきたら分かりづれんだよだからそんぐらいのとことでしょ、なるほど、しても大金の感覚のチーターって意外どうなんだろうな、これ3人はもう決まってるから、ほんとここの順番だよ、多分、こことここの順番じゃない、あ、そう、あ、まあ、そっか、先世界にありだと思う、こちらです、おー、はいはいはい、うん、まおちゃん、継続です、おっしゃー、いいよっしゃー、あるぞあるぞ、やっとこのゲームの楽しさ今始まりましたようやく盛り上がりました、でもっていう流れだとお前だよね、僕いきますね、はい、よいしょ、いいいい、刻みたいな、さあ、こっからです、こっからです、そうだよな、まあでもチーター、チーター、いやーでもこいつはいや、まずまあホワイトタイガーより下だと思うけど、ああ、ライオンとホワイトタイガーには勝てない、まあまだあるからね、うん、でも俺もそう思う、うん、いきますね、はいはい、はい、終わった、多分終わってない気もする、90%終わった、継続です、うわあ、ありがとうございじゃあもういけんじゃん、じゃあもうもう俺は行きますよ、いきます、はい、こちら素晴らしい、99、そして99、やばーい、綺麗綺麗決まりました、素晴らしい、よかった、危なかった、楽しかったね、意外と狂ってなかった、これ結構頭使うし、面白い、力100で欲しいね、まあ本当に力だったらこれはシビアすぎる、うん、あー、だいぶ難しいハードモード、1から100多分笑いめっちゃ起きるよ、俺もあれだけでも俺やっぱ絶対これじゃなくておもろいと思う、もっとね、なんかいろんなルールで遊べるルールがあるっぽいんで、これ買ってみた人はね、もういろいろ遊んでみてください、はい、というわけでこの動画少しでも面白いなと思った人はチャンネル登録と高評価、そして2登録よろしくお願いいたします、バッシャー、それでは次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ。